YouTube 頑張ってるな俺。いないなばばば、いなばばです。ひゅー、皆さんこんばんは。まあ僕がね、これ夜中に撮ってるんで、こんばんばってことで行かせていただきます。お願いします。ということでね、 YouTube ちょっと頑張りすぎてますね最近。頑張っても頑張ってもフォロワーも増えない、視聴者も増えないし、ちょっとどうしようかなと思ってるけど撮り続けていきます。あとさ、話関係ないけどさ、なんか毎回 YouTube 撮るとき同じ服のことが多くて、なんか服ねえやつみたいになってるけど、服はちゃんとあります。そんなないですけどね。恋愛の話になるんですけど、まあ人と付き合うことってあるじゃないですか。まあ付き合ったらどっちかになるわけですよね。結婚か別れるかの選択肢になるわけですよね。まあ結婚する人はまあおめでたく、まあ僕がご祝儀でもあげてやるんですけど、視聴者となったらおめでとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーじゃないけどね。でも別れる人も多いと思います。別れたくないよーとか思う人いるじゃないですか。だから事前にね、予防してほしいのでね。今回はね、カップルの別れる前兆をちょっとね、僕が教えていきたいと思います。はい。仕切り直していきます。本日の企画、カップルが別れる前兆。イェーイ。前兆が分かれば、冷めてきたなとか分かると思うんで、だから倦怠期予防としてね、一個前の動画、ちょっと予防してもらえれば、大丈夫だと思うんで、これは今回は前兆していきましょう。それでは、行ってみよう。夜桜綺麗でした。終わり。カップルが別れる前兆、一つ目は、連絡や LINE が減る。やっぱりね、LINE とか、付き合った当初とか、LINE とかはもう1分30秒ぐらいでポン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 返ってきたと思うんですよ。まあそれは付き合った当時だけね。で、仕事ない時は返すとかあると思うんですけど、まあ相手が仕事してたとしたら、仕事に休み時間とか、学校終わったらすぐ返すとか、なんかバイトの休憩時間に返すとか、合間合間で返してたと思うんですけど、忙しくても。でも、別れる前兆は、もうそれすら返せなくなります。バイトの、あれ休憩時間も返さない、仕事終わりも返さない、朝おはようなんて言わない。おはようとお休みぐらい言ったとしても、とかありますね。だからこの連絡頻度が圧倒的に少なくなってきたら、別れる前兆ですね。カップルが別れる前兆二つ目は、話を聞いてないような態度。例えば、携帯いじりながら、みたいな話を聞くとか、ちゃんと目を見て話してくれないとか、体がこっち向いてないみたいな。違う方向を向いて話聞いてるとか、そうね、みたいな。あとね、返事がね、みたいな。生返事が多いですね。だからそういうね、あなた自身にも興味がなくなってるから、そのあなたの話なん自体も興味なくなってきちゃうわけですよね。だから生返事になっちゃってるんで、これがカップルの別れる前兆二つ目になります。カップルが別れる前兆三つ目は、嫉妬や束縛がなくなる。これはしんどい。多分誰でも感じたことあると思いますね。束縛に関しては、多分異性と飲み行かないでとか、LINE は一日何個返してとか、束縛とかあったと思うんですよ。週4電話とか。そのあったと思うんですけど、そういう束縛がなくなります。なんでかっていうと、まあ、これも相手に興味がなくなるんで、別に何しててもいいんですよね。で、この嫉妬に関しては、例えば異性と飲み行ったりするじゃん。で、異性と飲み行っても、別にもう興味がなくなってるから、何も嫉妬しないんですよね。だから、バイト先で飲み行くよとか、仕事で飲み行くよとか言っても、前は、なんか、ああ、やだ、寂しいだったのに、もう今は、ああ、行ったら、ぐらいの感覚になってきちゃうわけですよね。別れる前ぐらいだとね。カップルが別れる前兆4つ目は、お金を使ったデートが減る。まあ、すべて相手に興味がなくなってるんで、お金使うのはもったいないって思っちゃってるってことですよね。まあ、僕の恋愛持論なんですけど、人と付き合う前に、何回かデートするじゃないですか。その中で僕は、僕男性なんでおごることが多いんですけど、そのおごって後悔がないか、家に帰った時にうわーあの食事高かったなーとか、そういう感覚がないかっていうので付き合うんですよね。多分みんなもそれもあると思う。お金使って後悔っていうか考えちゃうことが、楽しかったら楽しかったなって終わるんでね。だからお金をなるべくね使いたくないんで、だから公園散歩とか車の中で会うとか、もうデートそもそも行かないとか、そういうこともありますね。カップルが別れる前兆5つ目は、体の関係が減る。前まで週4でしてたよとか、毎日してたよとか、まあいろいろあると思うんですけど、これはね、もう好きじゃないので、好きっていうかもう飽きてきたので、もうね、チューすらしないし、ハグすらしないし、その先の言葉もしなくなってくるんですよね。これは明らかに少なくなると思います。こっちから誘っても相手がもう拒否ってくるし、相手から誘ってこなくなります。もうこれがね、多分一番決定だったと思ってます。はい、今日はね5つ紹介しました、カップルの別れる前兆。多分ね、もうカップルはね、まあ僕的にはこれ見てる人にはね、まあ長く末長く続いてほしいんですけど、まあそうじゃない場合もあります。だからね、別れたくないよって人はその前兆に早く気づいて、倦怠期なのでね、倦怠期の対処法だったり、その自分の性格を見直すとか、相手の付き合い方をね、もう少し考える、改める、いい期間になると思うので、今回はね、別れる前兆をちょっと YouTube にしたんですけれども、したんだけど、みんなどうだったかな？やっぱね、付き合っていく中でね、やっぱ別れってあると思う。まあ、出会いが
別れがあるからこそ出会いもあると思ってるので、その別れに逃げないでどんどん前に進んでほしいなって思うんだけど、みんなも頑張れそうかな。僕は頑張れなそうでした。はい、ということでね、これからもね、いいこと悪いことをどんどんね恋愛に出していくんでね、ぜひチェックしておいてください。この動画いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ということでバイバーイ。見てくれてありがとうございました。